なんだ、何が起きてる。手が、落ち着け、落ち着け。アジン、あの女神は。女神も人手不足なのかしら。弓の鶴ぐらいしか。つまりあなたは敵ってわけ。どういうことだ。しか、いやダメだ、こいつらも来てしまう。時間と距離を稼がないと。ほら、それが大策。バレてる。このか、クリット連射砲。よし、今のうちに隠蔽の回。はい。命の言い訳か。そんなの聞くだけも。ソフィア・ブルガ、竜殺しの二つ名を持つ有名な女だ。そして我はランサー、まあ、ミツルギと呼ばれることが多いが、女神との関係を否定しても耳を貸さなかったのはそっちだからな。隠蔽から強化の回。魔力解放。探索の回。この矢は必ず当たる。無駄だよ。なんだこの威力は。あいつ強くなってるわよ。同じ属性だとあんなになるの。我より水の適性が高いと。仲良く氷漬けになれ。しまった、逆計算、やられる。嘘でしょ。え、バレると危ないわよ。まだ時間はあるな。終わったか。多分ね。散々好きなようにもてあそんでくれやがりました。お礼だ。裸よ裸。我は足を一本持っていかれた。あの野郎は死んだわよ。